増山超能力士事務所は、本田哲也による小説、文芸春秋のオール読み物掲載文をまとめ、2013年7月に単行本、2016年5月に文春文庫が刊行された。続編に増山超能力士大戦争がある。2017年に日本テレビでテレビドラマ化。また、テレビドラマのスピンオフ作品が映画化され、 同年4月の沖縄国際映画祭に出品2018年3月に劇場公開された。超能力が実在し、仕事でそれを行使する人がいる以外は現実と変わらない世界。増山超能力士事務所所長、一級超能力士の増山は地味な超能力を持つ所員と共に探偵業系の案件を解決していく。9位は超能力士としてのランク。 書質はすべて、オール読み物掲載。差し絵は、網中ナカイズルが担当。単行本表紙と特設サイトは、スタジオクロッコダイルが担当。文庫本表紙と、続編、マスヤマ町能力次第戦争の差し絵と、単行本表紙は、上田バロンが担当。2017年1月5日から3月23日まで、読売テレビ制作、日本テレビ系、木曜ドラマ枠にて放送された。 主演は田中直樹。第1話から第5話では、再来集分の予告も流れていた。主要人物その他主な格上ゲスト、太字サブタイトルは原作と同タイトル。増山町のお力縮む所劇場版は、恋の味と題して、テレビドラマのスピンオフ作品が制作され、島全部で、大きな祭り第9回を沖縄国際映画祭の、 TV ディレクターズムービー部門に出品され2017年4月23日に先行上映。2018年3月31日に劇場公開。映画オリジナルストーリー。出演スタッフ増山超能力士事務所。劇場版は恋の味に関するカテゴリー。ありがとうございます。